リーグ優勝目前の浦和をエルフェンがホームに迎えた一戦です。ゴールデンウィーク最終日の試合となりました。まずは前半16分です。浦和のシーンです。から多くの選手が関わりまして、伊藤、そして最後清家がフィニッシュを決めました。浅野も粘っていましたが清家のゴールです。これで浦和が先制します。そして31分、こちらも浦和のシーンです。右サイドで作ったところ、頭で落としてこぼれ球を栗島でした。しかし浅野もナイスセーブを見せました。ボランチの位置から上がってきていました栗島です。左足を振っていきました。そして42分、次はエルフィンのシーンです。ゴールキックからシンプルにつないでいきます。土地谷から裏、広瀬が収めてフィニッシュまで持っていきました。今日スタメン出場となった広瀬のシュートでした。そして試合が動きます。アディショナルタイム、浦和のシーン、最後伊藤が決めていきました。清家のクロスに伊藤が合わせました。2対0で後半に向かいます。浦和リードの状態です。後半は59分です。細かくこの狭いところをつないでいきました。瀬戸口から最後フィニッシュ、吉田が持っていきました。今日古巣の上村が粘って、瀬戸口、そして間を通してキャプテンの吉田が決めました。1点を返しますエルフェン。そして71分のシーンです。今度は浦和のシーン、中に入れていきます。遠藤から最後は塩越でした。惜しくもゴール左となりました。ここも浦和らしく狭い局面、そして最後は塩越でした。2対1でエルフェン対浦和の試合、浦和が勝利をしました。浦和は12連勝です。